残り消化試合なども、まあ、今の、ね試合数、はい、ちょっと福岡は残留争いをしている中では消化試合が多いということもありますので余計、まあ、ルキアンはフォワード予想しましたけれども、うん、やっぱガンバ戦のあのパフォーマンスというのはね長谷部監督からすると良かったんじゃないかな。お、早速そのルキアンからクルークス、クルークスから山口、クルークス拾った、クルークス、オーラングラック、いやいきなりチャンスでした。ビスパ福岡最後クルークス2022のスペシャルユニフォームを着用、まあ、今日からホームでの公式戦4試合はスペシャルユニフォームを着用したという福岡になります。さあこのルーズボール、シレヒロ拾った、ちょっとキーパーがいないような状態で決めていきました。んっと名古屋が先制です。そうですね、ちょっとやっぱりこう声が聞こえなかったと思うので長石と宮ですかね、相当警戒したと思うんですよね。だからここのところで高い位置を取って、ここで多分声が聞こえなくてこう頭と頭で接触してると思うんですよね。宮と味方同士ですね。なるほど、はい、はい、まあ、その流れで、まあ、味方同士なので、まあ、ここ試合はこうプレーオンで続けたまんまでこの後ですね、でこれがゴール入ってますけれども、まあ、この接触は相当危なかったと思いますよね。まあ、宮はもう前向いている状態なので長石のこと見えてないですし、まあ、長石も声出してると思いますけども、まあ、この今日声出し応援なのでもしかしたらその声で少し宮は声が聞こえなかった可能性はありますけどね。少しコントロールミスの流れからのプレーでしたので間もなくプレー再開ということになります。これはルキアン、そしてクルークス、ん、同点、ちょっとこれはそうですね、形としては同点にはなるかと思うんですが、今名古屋が、はいはい、もうここやって返そうと思って、まあ、そうですよね、返そうという、はい、前島レオシルバーが出しましたからね、返そうとする、はい、でもバックステップ踏んでるんでもう戻ろうと思ってるんですけども、まあ、ここで入ってて、まあ、ボールが来る中で、まあ、ワンタッチで、まあ、シュート自体は素晴らしいですけども、まあ、難しいというか、まあ、普通にフェアプレー精神からすると、はい、まあ、あまり良くないシーンだったかなと思いますけども、ルキアンでちょっとクルークスもおそらくその長谷部監督が1点やりなさいと、もう、はい、んー、ちょっと珍しいです。これで改めて名古屋1点リードに変わります。まあ何の問題があるのかというおそらく気持ち、はい、ただ長谷部監督他の福岡の選手たちはいやいや今の得点はちょっと、まあ、福岡の時は、まあ、オーバックでやることが多かったので、ええ、まあ、シャドーのポジション自体がこうない試合が、ね、そうなんですよね、多いからですね、はい、相馬先頭戻して相馬おっと、ここ長井に入ったが、長井はちょっとただ微妙なポジションにいたようには映りましたが、さあこの長井のゴール、ネットは揺らしております。まあ、ここから縦関係作りながら崩していくわけですけども、まあ、この後のここの駆け引きじゃん、あ、ギリギリ残ってますね、そうですね、これね、あ、なるほど、オンサイドだと思いますけども、うん、まあ、このコントロールがうまかったので、もうファーストコントロールで、まあ、シュート打てるところも起きましたし、はい、村上との駆け引きができるようなところまで時間作りましたね。いや、相馬がいいところ見えてたなと思いますけども、この駆け引きの中で、まあ、少しこう福岡からすると宮がボールウォッチャーになってしまったところはあると思いますけども、まあ、長井のあのポジショニングが非常にうまかった。クルークス、奈良、おー、これいいボールが出たか、さあクルークス右足で戻して平塚、1点返した平塚、 J1 初ゴールです。今シーズン水戸から加入した平塚、さあ福岡これでわからないという雰囲気を出すか、平塚 J1 初ゴールです。奈良の縦パスが非常に良かったですね。ここからもらってこの縦パスで、まあ、いいとこ見えてたなと思いますね、クルークスが。で、はい、この面の作り方と、まあ、ピッチが濡れてるので、まあそこで面作ってしっかりこう打てれば、枠の中入れれば入るってイメージはあったと思いますけども、まあ、本当にこうゴールに、ああ、基地からのボール、重弘、重弘、ここは、ああ、ここで一度ファール取ります。
まあ、ここ長くなったので、まあ、宮からするとああちょっと足の裏が入ってますかね。足の裏がすねのあたりに入っているので、まあ、ここが、まあ、足の裏はすねに入ってますし、このパワーがよりこう危険な。さあで、あ一発レッド。オンフィールドデビューの結果、宮一発レッド退場です。それに値するプレーというジャッジが下されました。納得はいっていないようですが、コーナーキックで再開です。そうですね、オンフィールドレビューしてほしいっていうことで言ってますけどね。基地からのボール、ジョン・マリオーとボス、また福岡の選手は手に当たったよとアピールしています。アビスパ福岡、基地からのボール、湯沢左足際どい軌道でした。湯沢です。いやーカウンターですね。あーこれ3対2、石が慌てて戻りますが、一気に運んで柿田に戻すか、シュートに来ましたが枠にはいかず。湯沢、田辺、さあもう中村出身も目に時計に目をやった、グローリーで試合終了。名古屋勝ち切りました。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push Notifications Like Subscribe Push Notification